皆様こんにちは。わし J。最近、虐待に関する嫌なニュースが多いですね。ニュースや SNS を見ていてとても胸クソ悪くなっている今日この頃。実は数日前、散歩中に飼い主が飼い犬を虐待している動画が、SNS に投稿されているのをたまたま発見いたしました。昨日のニュースでも報道されていたので見た方もいらっしゃると思われますが、撮影主様に許可を得ることができたのでこの場で問題の映像を見てみましょう。いや、マジで何してんだよお前。家族であるはずの愛犬を足で蹴り飛ばすとか、なんでそんなことできんだよ。虐待していた飼い主はテレビの取材で、虐待ではなくしつけ、と言っていたようですが、どう見てもこれは、虐待なんだよ。犬の歩き方もヨタヨタしていましたし、きっと日常的に、しつけという名の虐待を受けていたのでしょうね。しつけと虐待の違いがわからないような人間は、ペットを飼わないでいただきたいものです。現在、虐待を受けていたワンコは動物保護団体と警察により、無事に保護されているようです。夜な夜な、この動画を見つけて、固唾を飲んで行く末を見守ることしかできなかった自分が情けない。そう、私にできることはこの事件を動画にして広めることだ。というわけで、今回のテーマは、虐待されている動物を見かけた場合、どう行動すべきなのか知識をつけておきましょう。きっと虐待されている現場を目撃しても、あたふたして何もできないかもしれません。動物虐待をしているような人間的に明らかやべえやからに関わるのは誰だって怖いですから。それでも、虐待されている動物をなんとか助けてあげたいと思う人の方が絶対に多いわず。少しでも知識があれば、スムーズに行動ができるかもしれないと思いこの動画を作成いたしました。軽く考えるな、動物虐待。愛護動物に対する虐待行動は立派な犯罪行為です。もう一度言います。犯罪です。愛護動物に対し虐待をした場合、どういった刑事罰を受けるかというと、傷つけた場合、2年以下の懲役、または200万円以下の罰金。ご飯や水を与えず、衰弱させるなどした場合、100万円以下の罰金。遺棄した者は100万円以下の罰金。懲役が課せられます。また、虐待された動物に飼い主がいた場合、刑法261条の器物破損罪が適用されることも。ちなみに、愛護動物、とは、飼い主の有無に関わらないすべての、牛、馬、豚、綿羊、ヤギ、犬、猫、家ウサギ、鶏、家鳩、アヒル。人に飼われている哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物のことです。行為の悪質さの程度、虐待回数、前科、同種前歴の有無を総合して悪質であれば正式裁判になり懲役刑ということもあるようです。どこまでが虐待？愛護動物に対して、殴る、蹴るなどして暴力を振るうのはもちろん虐待行為です。また、適正な飼育を怠ったり放棄することも、立派な虐待です。飼い主による飼育放棄、ネグレクト、による虐待になります。どのような行為がネグレストの虐待にあたるか、サクッと読み上げていきましょう。栄養失調で骨が浮き出るほどガリガリで痩せている。ご飯が腐っていたり、固まっていて食べられない。器が汚く、水にもがついていて新鮮な水を飲んでいない。病気や怪我があっても病院に連れて行かず、放置。周りが不衛生で糞尿だらけ。鎖に繋いでいるだけで散歩にも連れて行かない。狭いゲージに閉じ込められている。体が毛玉だらけで汚れている。夏や冬、厳しい天候を避けられる場所がない。他にも色々とあるのですが、明らかにストレスが溜まるであろう行為はすべて、ネグレストの虐待に該当します。ニュースなどで報道されている虐待は、残忍で残虐な事件が多いのですが、実はネグレストによる虐待というのは、割と身近で起こっていることが多いそうです。近所で飼われているペットの中に、思い当たる子はいませんか？虐待だ。そう思った時の行動。虐待を見つけた場合、虐待している人が住んでいる管轄内の、警察署や自治体の保健所に通報してください。
地域によって、福祉保健所、保健福祉センター、保健福祉事務所、健康福祉センター、動物愛護センター、など、違う場合があります。虐待されている動画や写真の撮影、音声の録音など、可能であれば証拠になりうる記録を残しておくことも重要だそうです。ご近所だから、通報がバレたらトラブルになりそうだし嫌だな。そう思われる方もいらっしゃると思いますが、警察などに通報した場合、誰が通報したなどの個人情報を伝えることはありません。それでも心配な場合は、自分が通報したということを絶対に言わないでほしい、と、さらに念押しをしておけば、確実です。一般家庭だけではなく、動物取扱業者も同様の扱いになります。ペットショップなど、動物を取り扱う場所で異変を感じた場合、通報してください。通報の際、必要になってくる情報。通報者の氏名、住所、連絡先、虐待している家の住所、虐待を受けている動物の種類、虐待の詳しい内容。最近では、動画投稿サイトに虐待している映像を自ら投稿する輩もいます。そういった場合、場所や人物が特定できませんので、サイバー犯罪相談窓口に通報しましょう。都道府県ごとに連絡先が違うので、自分の住んでいるところに連絡をします。インターネット、ホットラインセンターから通報するのも有効だそうです。以上が虐待を発見した際の、一般的な行動と通報場所なのですが、実際のところ、警察は虐待の現場を抑えられなければ動けません。そのため、自治体の保健所、動物愛護センター、動物愛護担当部署への連絡も必要になってきます。警察のように逮捕することはできないものの、飼い主に対して、飼育方法の改善などの命令と勧告を出せるそうです。また、動物愛護団体に相談することで、状況によっては警察に告発してくれたり、保護をしてくれる場合があります。虐待をして捕まった人間の末路。先ほども言った通り、動物虐待で捕まれば2年以下の懲役、または200万円以下の罰金が課せられることになります。が、それだけではきっと済まないでしょう。ニュースなどのメディアで報道された直後、ものの数分で個人情報が特定され、ネット上で晒されることになると思われます。住所が晒され、顔写真が晒され、家族構成が晒され、いらんことまで晒され、永久にネット上で晒され続けることになるでしょう。未成年だろうが、同様のことが起きるかと思われます。これは動物虐待に限ったことではありませんが、軽はずみな行動で何千、何万もの人を敵に回すことになるのです。ついこの前も、ストレス発散をするため、用水路に野良猫ちゃんを落としてる映像をネット上で投稿した30代男性が逮捕されました。その他にも、この男性は野良猫に対して、いろいろと虐待的なことをやっていたようですが、現在、ネット上でその男性がどうなっているかは、容易に想像がつくかと思います。今回この動画は、ネット上で確認した内容を、なるべくコンパクトにまとめたものになります。この内容は違うなど、間違った情報が含まれていた場合はコメント欄で教えてください。というわけで、今回は以上になります。言葉が通じないとはいえ、動物は人間同様、同じ命を持ってこの世に生まれてきております。確かに動物が嫌いな人も中にはいるでしょう。しかし嫌いだからといって、虐待していい理由にはなりません。ストレス発散の道具にしているなど、言語道断。動物に対しての虐待はもちろん、子供に対しての虐待だってそうです。弱いもの、言葉に出せないものに対しての暴力は、恥ずかしい行為だと気づいてください。自分がされて嫌なことは、別の人間にも動物にもやってはいけないのです。ちなみに、冒頭で保護されたワンコなのですが、とある団体に保護され、これからは幸せな生活を送っていけるだろうと思います。怖かったであろう中、勇気を出し証拠になる動画を撮影、SNS へ投稿し拡散させ、警察に通報した撮影主様。また、SNS で拡散された映像を見て、すぐに行動を起こし、場所の特定や警察を動かした保護団体の方。実際に行動されたお二方には、尊敬しかありません。言葉にすることは簡単でも、行動するのはものすごく大変なことです。もし動物虐待している現場を見かけたら、怖いかもしれませんが、ちょっとだけ勇気を出して声を上げてみてください。その声で、助かる命があるかもしれません。今回、結構長くなってしまいましたが最後までご清聴くださり、誠にありがとうございました。また、気が向いた時にこういった動画を出しますので、その時にお会いしましょう。